北陸道ハイウェイバス、福井線、名古屋福井、金沢線は、愛知県名古屋市と福井県福井市並びに、石川県金沢市を結ぶ高速バスである。本校では、名古屋と福井、金沢を結ぶ、中高便の3系統を一括して扱う。なお、同じく、名古屋と金沢を結んでいる、夜高便、北陸ドリーム、名古屋号については、ドリーム号。 その他の路線を参照のこと。北陸道ハイウェイバス福井線、北陸道ハイウェイバス金沢線、北陸道昼、特急名古屋号の3系統が運行されている。北陸道ハイウェイバスは、北陸道特急バスと呼ばれることがある。解説時には、名鉄グループ2社と東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道が、競り願いとなり、調整の上、北陸道特急バスとして、 共同運行することとなった。1987年に北陸道ハイウェイバス金沢線が開業。翌年の1988年に北陸道ハイウェイバス福井線が開業した。この2系統は JR バス路線としては初めて名鉄バスセンターに乗り入れるとともに名古屋業は JR 名古屋駅バスターミナルで校舎扱いしないなど運行開始当初は話題となった。 なお、これら2系統に関しては、発車をライネットをメインに据える北鉄や、福鉄、そして、高速バスネットをメインに据える JR バス2社においても、ハイウェイバス .com でのみ取り扱っている。北陸道ハイウェイバス金沢線は、北陸地方発の本格的な都市間高速バスであり、この地方の高速バスも拡充の先駆者である。金沢名古屋間片道3900円という、 競合する JR 特急よりも格安な運賃とバスは狭くて窮屈という従来の概念を覆すゆったりした32人乗りバスを採用することで開業当初から好評を博してきた競合する JR 特急、白鷺、さ下越の利用にも影響を及ぼすほど脅威を与える存在となり翌年には大幅値引きとなる企画ギップの発売を始めた 白崎号が新型車両へ移行する時期と前後して、北陸道ハイウェイバス名古屋金沢線も往復運賃を7300円から6000円に値下げするなどの対抗をしている。北陸道ハイウェイバス福井線では、開設時、福井名古屋の所要時間が2時間35分、同区間を走る JR 特急に20分前後、遅れを取る程度にもかかわらず片道運賃は、 JR の普通運賃並み、かつ着地での日帰り滞在時間を最大9時間以上近く取れるとあって、停車特集変換のみの需要を JR からのダッシュ、並びに新規掘り起こしによって掴んだばかりか、名古屋駅で東海道新幹線と乗り継いで関東方面と往来する乗客も週末、連休の観光客を中心に見受けられる状況となった。後に、 名古屋高速一宮線、清洲線建設に伴い国道22号名機バイパスの立体交差が減少したため所要時間は当初より15分延び、逆に JR 特急は新型車導入により10分前後短縮しており差は50分前後に広がったが往復、回数乗車券の値下げによる手こ入れもあり、引き続き公共を呈している。高速路線バスとしては中距離に属するが、 鶴ヶ初基準で見る場合は、近距離的な性格も現れる。鶴ヶ駅から1 0 0キロメートルに満たない、京都駅へ新快速電車で行く場合と比較して、福井線の名古屋への運賃、所要時間は、回数券であれば、共に大差がなく、従来東出の買い物先が、京都主体であったところに、名古屋という選択肢を提供することとなった。 その後 JR 東海バスと西日本 JR バスが2010年12月9日より北陸道昼特急名古屋号を運行開始。こちらは北陸ドリーム名古屋号と共通運用であり、両社ともドリームで出庫して昼特急で入庫する運用となっている。なお、いずれの系統も別路線のため乗車券、回数券、往復割引等は停留所が同じでも共通ではない。 また、いずれの系統とも運行開始以来、運行回数の増減はない。すべて、名古屋高速道路、名神高速道路、北陸自動車道経由。北陸道ハイウェイバス、福井線北陸道ハイウェイバス、金沢線北陸道ハイウェイバス、金沢線北陸道ハイウェイバス、金沢線北陸道ハイウェイバス,イイバスの開業当初は、各社がこぞって、 ビデオマルチオーディオサービスや車内電話などを完備した夜行バス並みのシートの4列32人乗り、スーパーハイデッカーを導入し、贅沢さを競い合っていたが、三菱エアロクイーン W。以前より運用の都合で各社の他路線用車両が運用に入る場合がある。例えば、北陸鉄道が東京金沢線や京都金沢線の車両、京福バスが東京専用、 独立三列シートや高高速車両等のケースで、これは現在でもたまに見られる。変わったケースでは、過去には、西日本 JR バスが、国鉄専用形式 PMS735SA、当時金沢配置の744-6901、同線予備車、JR 東海バスが、ラメール号専用車から時代の同車、744-8980、を運用に投入したことがあった。 北陸道ハイウェイバスは36の40席の4列、シートハイデッカー車両で運行。通常運行時に使用される1号車はトイレ付き。2号車以降の増車はトイレなし車両の場合がある。補助席付きや補助席なしゆったり等のシート仕様は運行会社により異なる。名鉄便は原則、福井線、金沢線ともゆったり4列36席。 枕付きワイドシートで、パウダールームトイレ仕様車両で運用。プラズマクラスター、Wi-Fi、座席 AC コンセントを搭載。JR 東海バスも名鉄に合わせて、福井線、金沢線とも、4列ワイドシート36席、パウダールームトイレ付きで、座席コンセント完備の車両で運用。西日本 JR バスは、トイレ、補助席付き4列シート40人乗りで、 近年は他社に合わせてコンセント付き車両での運用をしている。京福バスは2008年10月9日より吉川11記号によるラッピングバス、シーングバスによる運行となった。北陸鉄道は開業以来、戦術のスペースウィングをメインに据えてきたが、2004年の新車より三菱不装製ハイデッカー車に切り替え、さらに2013年の新車からは順次。 エアロエースの新車に置き換えている。パウダールームトイレではないものの、名鉄に準じたフットレスト付き38人乗り、ワイドシート車両で座席コンセントを完備している。北陸道ヒル、特急名古屋号は29席の3列独立シート車両で運行。ありがとうございます。